会ってくれてありがとう。小水は大津市北小松にあるアユ・ウナギ料理の専門店。その前身はこの地で琵琶湖とともに暮らし、その恵みをいただいてきた漁師だった。小舟や追いさで漁、エリ漁や地引き網で魚を取っていた。このろくろ節は皆で地引き網を引く時の歌。いただいたありがとうメッセージ。琵琶湖の古魚の食文化を守り発信してくださっています。ありがとうございます。これからもですね、5年先10年先もっと将来に向けてですね、頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。創業者の会長が養殖業を営んでいた頃、小水が生まれる転機があった。ちょうどアドワにね、もう一つ養殖で持ってたんですよ。でここへ、この子へ来たのが37年田んぼやったんやけど、アドワの藍をあげて出会えてこげ、それで塩振って、で網と今度あったんですよ。何もあらへんやけど、で新聞紙の上に藍持ってポッと乗せて、なんとないなと思ってね。ほんでそれを持って帰ってきて、もう1時間のようになるわな。ほんでオープンで焼きよったらもう食べられ、ほんであこでここ来て、またここで来たら揚げて、ほんで炭火でうまいな、これやと思ってね。ほんでもう養殖をやめて、でこれに契約やったのが、これが42年頃。会長の直感は当たり、新鮮な鮎をその場で焼いて食べさせる店、小水は年間3万人が訪れる名店になった。うちの、小水の店の鮎っていうのは、自分で焼きながら熱々を食べていただくというのが、一番の特徴になっております。平山系の豊かな伏流水のおかげで北小松の湖水は澄み渡る。小水のいけすの魚が元気なのはこの水のおかげだ。アユのシーズンは串焼きがメイン。冬場は鯉、ビワマス、ウナギなどの古魚が味わえる鍋料理がおすすめだ。シーズンオフにも琵琶湖の鮎の味を届けたいと、加工品も製造している。鮎の甘露煮になります。年中柔らかく食べていただけるように、鮎の一夜干しになります。いつでも鮎の風味を楽しんでいただけるようになってます。私も、もう小さい頃から琵琶湖と馴染んで、ここで泳いだり魚掴んだりして、遊んできてますし、当然漁さんも私たちも琵琶湖の漁業を PR していきながら、伝統を守っていかなあかんと思ってます。琵琶湖の味を一番近くで一番早く、小水、会ってくれてありがとう。